これが強いみたいのが明確なのがあると子供受けがいいんだろうな。ああ、うん、どうなんだろう。これが強いっていうのはそんなないかもしれないですね。いや、なんかデーマで見てて思ったの。デーマがなんで人気あるのかってことを考えたときに。じゃあ行きましょう。先行でしたっけ、うん、もらいます。一枚マジでしたんです。いいだろ、キャートやんだ。下ろします。はい、じゃあ2マナ、ゴソダチ使います。なんだっけこれ。1枚ランダムに選んで判別します。いやー、これ1段からあるカードじゃない、ゴソダチ。はい、どうぞ。ゲームボーイカラーで結構やってたから、あーゲーマーってどんなかなみたいな。なんだ、なんだこれ。ロードチャージャー祭り。どうぞ。なんだろう、なんだこれ。まあしょうがないな。チャージしたで、リロードチャージャーつけて。強そうじゃないですか。なんだ、なんだ、まあ、ね、あ、まあ強そう、なんか強そうな雰囲気がする。雰囲気だけかもしれない。マナーチャージしなくていいかな、しようかな、しなくていいかな。はい、じゃあ白出します。タイムドレミだ。これはこれで人気あるタイプだね。そうですね、呪文となるコストが2上がるので、うんうん、どうしよう。俺、迷うけどこれモード攻めちゃう、うん、モード攻めちゃう、うん、ただし、うん、1枚今。いや、その時ね、結構マナ足りないんだよ。あ、そうですか。何だ、いきます。ドロー、これいいかな、うん、じゃあハンドが2枚ですか、うん、はい、じゃあ3マナザビバレ出します。ハンド1枚捨ててください。あ、はい、はい、どうぞ。ハンドです。これのコンボパーツがドロー、チャージ、うん、俺の切り札ダインズ。あ、強そう。生き残るのか果たして。エンド強そう。ドロー、これほらマックスパックで売れ残ってるから。あ、まあまあ、まあ、まあつまり弱いってことなんだけど、ちょっとね、あの効果自体はそんな悪くないんですけどね、うん、起動が遅いからね、しょうがないっていう。でもこれ貼りたかった、はい、じゃあタイムアンドレミに紹介します。ワンドローします。こいつを生かしてくれ。じゃあシードでアタックするときに革命陣にします、はい、ベルファーレ、はい、でアタック時に2体まで選んでタップします、うんうん、で次のターン起き上がりません。わお、意味ない。1、2枚で意味ない。バインズ2枚。お、デーモンハンド、でかいやつ。ハンドです。ドロー、そううまくはいかないですね、うん、よし、4マナタイフーン、タイフーン捨ててワンドロー、うん、エンド。モンストロー。3マナ使います。シド出します。うん、ああ、あれ除去できないな。バインズ。あ、バインズ生き残ってくれてる。バインズ除去できないな。大体会社のターンで死ぬケース多いんだけどね。バインドです、どうぞ。生きた。俺の切り札生きた。ドロー。じゃあまあこれは3マナロングアドリチャージャー。あ、すごい、お上手。じゃん、4マナ、はいはい、ブロッカー、ブロッカー、はいはい。じゃあバインズで、まあわかんないけどでかいのにしとこう、はい、でブレイクがこいつはダブルですね。ダブルですね。ドゥン、上からいきますよ。攻撃した時、はい、とかできる。あー、はい、2枚目、はい、俺の切り札が、うーん、このターン、あ、出した、前のターンか、はい、いきますか、うん、じゃあ革命に行っちゃう、はい、ね、ちょっとザーザーするよね、3から2にするときだけ。変だ、そんなことないですよ。そんなことない。この環境革命チェンジないので。ないんだ。
別に作名にとか気にしないんだ。気にしないですね。はい、4マナ。じゃあリンガール出します。はい、リンガール効果でカード1枚入れます。ああ、はいはい、なんか見たことある動き。タイムワンドレミでアタックするときに革命チェンジで白に、じゃあ1枚ブレイクです。はい、でタイムです、どうぞ。はぁ、ドロー今のお宝、あったから2枚墓地に置きます。あったから、うん、4マナ。ほうほう、チキチキジェットサーキット。あ、遅い。あ、遅くないか。うん、遅くない。これ4000か。4000なんですよ。相手も上手くないね。相手も上手くない。ただブロックできるのか。そうですよ。一応こいつに相手取りたいな。大バレルでブロックします。はい、こいつはアタックできない。エンド。じゃあいきます、ドロー。ジェットサーキット。ハンドゼロなんですよね。マナチャージします。じゃあ2マナでバインズ引けてたって。タイムワンドレミ召喚します。ワンドローします。じゃあリンガールで、うん、リンガールでアタックするときに革命チェンジします。さあラフルル。さあ何をする。登場時にこの感じします。相手のこのターン、相手は呪文を唱えることができません。あ、なるほど、トリガーが発動しない。はい、ブロックしますか。ブロックはまあしないですね、ま、はい、1枚ブレイク。1枚だけ。1枚だけです。でもなかった。はい、じゃあシードでアタックするときに革命チェンジします。ベルファーレ、登場時に2ドローします。強っ、なんだそれ。はい、じゃあダブル。ダブル、まあ1枚なかった。はい、タイムです、どうぞ。さあ、あれ引け、ディバイン。バインズ、あ、そこバインズか。そうですね、あ、バインズ強いですね。 3枚一気に解決できますかね。チャージ、5マナ。あ、バインズ引かなかった。引かなかったけど、モードス。これ、タラレも強いんじゃないですか。強いんじゃないですか。3コス以下は頭、ブロッカーしかいないのか。ですね。はいはいはい。じゃあ、さらに3マナ。1枚捨てますよ。あ、そうだ。で、登場時捨てるもんね。ディスドライブ。あ、強い。さあ、全員スピードアタッカーだぜ。強い。強い。僕はブロッカーじゃない。いけんじゃない、ピシッ。あ、モードさん、アタック時効果あります。アタック時、なんだっけ。コスト3位から出します。あ、強そう。強っ。それはちょっと強いな。モードスとチキチキ、あ、相性いいです。あ、もちろん相性いいです。はい。じゃあ、1枚。1枚。ベロ。はい、ザクロック。あ、終わっちゃった。ターンを終了しちゃった。終了。あ、ディスドライブで処理したからもよかったの。いきましょう。あ、今ね、ディエマのちょっとジレンマが一瞬だけ見えた。ディスドライブ先だったっていう。そうなんですよ。で、じゃあベルファーレでアタックするときに、これも子供使ってるから、かこれが出ちゃいけないやつだって知ってたんだ。そうなん、少しだけディエマで頭使ったぜ今。初めてだ。4マナ。初めては言い過ぎない。リンガールですね、出します。はい、じゃあ1枚加えます。じゃあベルファーレでアタックするときに革命チェンジします。プチョフェンザ。はい、こいつのパワー以下のクリーチャーすべてマナゾーンに送ります。あら、あら、じゃあブロック開いてもしょうがない。で全員じゃない。全部以下ですね。はい、はい、じゃあダイレクト。やったー、超マナ加速。ダイレクトでありがとうございました。そうなんですよ、だからこれを処理しとかなきゃダメだったんですね、最近ね。そうされるとちょっと厳しかったかなっていうところが。先にスレイヤーだったね。そうですね。いや、クロックが出る可能性は分かってなきゃダメだね。そうなんですよ。そう、子供も使ってたからね。あれだね、和睦じゃないけど、まあ、なんかそんな感じ。はい、ターン終わっちゃうって言うね。これね、これ、はい、ドロマー、はい、ドロマー、あ、ベルファーレであったりとか、ベルファーレであったりとか、まあ、ミラクルスター、これですね、これが強いのかな。で、まあ、プチョエンザとかここら辺使ってね、革命チェンジしていきましょうっていう。なんかブロックさせねえよみたいな感じのと、光で守備力もあるみたいな。そうですね、攻守がバランスが取れてる、攻守ともにみたいな
感じですか。あとは、まあ、ゴーストタッチであったりとか、まあ、ザビワレルでハンデスもできるので、かなり強いんじゃないかな。あとはちょっとハンドなかったんで打てなかったんですけど、どれだっけ探して、これ黒タッチしても色地こう大丈夫そうですか。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫、はい、これとかがあるよ、うん、強いハンデスを使って相手を自利品にしていきましょう。なるほど、というデッキです。なんか、はい、ガチめのデッキってみんなハンデス入ってるもしかして。いや、そんなことないっす。そんなことないよ。あ、まあまあまあちょっと入ってるかもしれないですね、うん、怪しい感じですね。わかりました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと爪を出かけ